田岡でございます。第1回新宮那智勝浦天空ハーフマラソンに北は北海道から、そして南は九州宮崎県から、全国各地からですね、3000名の方にこの熊野へご参集いただきましたこと、本当に心より感謝申し上げます。そして歓迎申し上げます。ありがとうございました。そしてまた全国の皆さんから、昨年のですね、台風12号の大水害ではさまざまな支援をいただきましたこと、この場をお借りしてお礼申し上げたいと思います。昨年この地域新宮市で、犠牲者が、14名で、隣、那智勝浦町で、29名の、犠牲者が出るという、本当に歴史的な、大水害、大災害になったわけでありますが、おかげでですね、一歩一歩、復旧復興進んでおりまして、そして何といっても今日ですね、この大会こんなに盛り上がっていただけた大会、これからの、復旧復興にですね、大きな弾みをつけていただけましたことを重ねて嬉しく思っております。この犠牲になられたたくさんの方々も、きっと今日は天国からですね、新宮那智勝浦大変にぎやかだなと喜んでいただけると、そんな気がしております。本当に多く集まってありがとうございました。さて、皆さんが今日走っていただく、自動車専用道路でありますが、いろんなご尽力をいただきまして、共用中の、道路を走るという、ことが、できました。今日おいでの、衆議院議員碇敏郎先生、そして国土交通省、和歌山県警、新宮警察署はじめですね、関係各位の、皆さんに大変お世話になったこと、改めて嬉しくお礼申し上げたいと思います。でまたこの高速道路、平成20年のですね、3月に、供用開始されまして、私たち、地元にとって大変、便利な道でありますが、この、建設にですね、計画段階から大変ご尽力いただきました、衆議院議員の、二階先生にも本当にこの場で改めてお礼申し上げたいと思っております。ありがとうございます。すみません、挨拶短くしろと言われておりますので、もう早くしたいと思っておりますが、どうか皆さん、この辺、よみがえりの地、平安時代から、よみがえりの地として、いろんな方が訪れた地でありまして、8年前世界遺産にも登録された地であります。マラソン以外にも、この地をですね、十分楽しんでいっていただければ、主催者といたしましても大変嬉しく思いますし、また帰ってですね、熊野は元気だったよとぜひ伝えていただきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。